ました講師、皆様もよくご存知の麻生太郎先生でございます。昭和15年9月20日福岡県飯塚市にお生まれになられました。学習院大学政経学部を卒業されました後、昭和51年モントリオールで開催されました第21回オリンピック競技会射撃、クレー、スキュート競技に日本代表として出場されております。昭和54年10月衆議院議員初当選されまして当選10回、現在福岡県第8選挙区支部長であらせられます。皆様もご存知の通り、総務大臣、外務大臣、自由民主党幹事長歴任されまして、平成20年9月22日自由民主党第23代総裁、平成20年9月24日第92代内閣総理大臣にご就任されました。まだまだ皆様ご紹介したいところはございますが、早速麻生先生にご登場いただきます。どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えくださいませ。麻生太郎です。今日は志村先生のために講演会の方々大勢お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。今司会の方からご紹介がありましたように、私の内閣の時に文部大臣を務めていただいたり、昔から親父さんの代から縁もありましたし、いろんな意味で塩谷先生、この静岡県の中ではたった一人の自民党の衆議院にいたから、あとはみんな落ちたな。ねえ、皆さんが落としたわけじゃないけど、間違いなく昨日行きました大阪も、大阪18区か19区かあります中で、大阪で地方区で通った、いわゆる小選挙区で通ったら西野明は一人、お隣愛知県ゼロ。これが1年半前の有権者の結論ですよ。しかしそれから1年半近くは経ちました。1年半以上が経ったことになろうと思いますが、この1年半経過した間、多くの方々がこれはちょっと違ったんじゃないかなという反省が出てきたんだと思っております。反省のネタはいろいろあるんだと思いますが、結論は有権者の投票行動でこの約1年はっきりしたんじゃありません。昨年の2月の末に長崎で県知事選挙がありました。その同じ日に東京とか町田市、これでかいですよ、何十万であれば市ですけども、東京とか町田市の市長選挙がありました。小沢ガールズが80何人導入し、小沢さんほか関東当時のあれだったかな、みんなが行ってこの町田市の市長選挙を負けました。民主党がですよ。1週間後沖縄県の石垣市で市長選挙がありました。総投票数2万票、現職革新市長4期続いていましたが、これが5000票の大差で負けた。多分潮目が変わった、流れが変わったというのを顕著に示したのは1年前です。じゃあなぜそういうような変化が出てきたのかといえば、その取っかかりは間違いなく昨年より一昨年の10月時の鳩山内閣が示した普天間という話です。忘れられていらっしゃる方多いかもしれませんが、この普天間というのは
自由民主党政権とアメリカ政府と沖縄県民、また名護市民等々と長い時間をかけて13年かけてやっと全ての合意を得て、県、市、もちろん自由こちら側のいわゆる防衛庁、外務省、政府、そしてアメリカの国務省、国防省、アメリカ4軍だ、陸海空海兵4軍全て合意して、最後に環境アセスメントだけ残りました。これが10月に出るというから9月にしてくれないかな、9月内閣が終わるから9月中に16日までしてくれと言ったんですけども、できずに当時の知事の、まあ環境アセスもこれで合意になりますから、そうすればよろしいんじゃないですかと、長い間お疲れ様でした、最後まで見届けられる何年ですがと言って別れたのは9月の初め。10月になるやいきなり鳩山さんが着台なんてことが今通じないかテーブルひっくり返したら、私には不安がありましたし、私10年半ぐらいまで関わったんですが、全然そんなアイデアはなかったと思ってましたが、最低でも圏外でした。はあ、もういよいよ考えられないと思ってたら、実は不安はなかった。回り回って元の自由民主党が出した原案通りと同じだからいいじゃないですかと、こう来たから冗談言っちゃいけませんと、沖縄県民の心が全く離れました。したがってこれは最悪なことになりますよということを申し上げた。その結果どうなったかといえば、皆さん方ご存知の通りであって、日本とアメリカとの間の日米安全保障条約というものの根幹の部分が揺らぎ始めた。日米の間にも首脳同士の間も話がなかなか疎通しなくなりました。この結果どうなったかといえば、ご存じのように日米の関係が難しくなったということを見て、ははは、あいつらの関係がおかしくなったらやるなら今だと言って、昨年尖閣列島、ロシアは北方四島、それぞれボーンと今のような騒ぎにしていった。中国との関係、ロシアとの関係違いますって。一番の関係は日米関係を非常に浅い、弱い、壊れやすいものにしたと思われたから、他の国から差し込まれるということになった。基本でしょうが、こういったようなことが多分国民の中にもうっすら広まったんですよ。僕はそう思います。その結果はそれ以降の選挙にも明らかで、去年の2月以降、岩手県、小沢先生のところの岩手県の中で市長選挙、民主党全敗、6年代ぐらいしてませんか、7年前かなぐらいしてると思いますね。北海道行われた町村信孝先生の補欠選挙、危ないと言われながら自民党が勝った。福岡の市長選挙、現職2期目ラサール高校、慶応大学、西日本新聞経済部長というのは民主党推薦の現職の市長、それに対抗して自由民主党は若いのを立てて8人出たんですよ、市長選挙で8人。
現職はついに決まっていますが、その現職に政令都市福岡、そこで獲得総数20万8000票、そこは大して驚かなかったけど、現職に対して6万8000票の差をつけて勝ったんだ。そしてその2週間後は沖縄の知事選挙ですよ。これも自由民主党を推した中岩という現職知事が勝った。僕の知ってる範囲ではその後行われた有名なとこでは東京都民の気持ちをほぼ反映するって言われる千葉県の松戸、また西東京市、昔でいう田梨、小屋市、これを合併して西東京ってえらい格好がいい名前が市がついてるんですが、この西東京市、民主党現職4人、新人3、現職3人、4人か、新人3人、合計7人として、現職1人、新人2人、市が当選せず、自民党と公明党は全員当選。これが今、全国的に出ている流れなんじゃないですか。この静岡でも、こういう状況下で、今回の統一地方選挙を負けたら、それは本人が悪いと思ったね。世の中の流れはこうなったんだ、明らかになった。したがって今バッチつけてる人、またこれから出ようと思ってる人、そういった人たちはこういった今流れなんだ、間違いなく、それは自分の責任と思ってやらねばならんと思っています。しかし今言われているような話はいずれも我々自由民主党が作った手柄かといえば違うと思うんだね。野球で言えばこっちがヒットを打ったりいい球投げて空振り三振とか、いい敵なんていうかクリーンヒットを打ったわけじゃない。相手側がやばいと思ってピッチャーゴロだと思ったら飛んでしてくれたとか、ショートライナーかと思ったらエラーしてくれたとか、早い話が野球で言えば敵が失敗した敵失のおかげでこちらは点数が入って、ついに内閣支持率共同通信は2月11、12の両日で世論調査やってついに 20% を切っています。共同通信です。 19% まで落ちた、ほぼ終わってます。内閣支持としてはそういう状況下にあるんだけど、自由民主党が点数を入れたんじゃなくて相手のエラーで点が入っているっていうところが自由民主党の支持率が伸びていない大きな理由の一つなんだと私にはそう見える。したがって自由民主党として今我々は民主党政権と違って何が違っているのか、何が違うのかということを我々はもっとはっきり言うべきなんだ。そこがなんとなくメッセージとして言ってこられてないように私には見えます。言ってるんだけどマスコミは取り上げてくれないという部分もありますよ、意図的に。それは確かにそういう点もあるでしょう。しかし自由民主党が何をするのかといえば、やり向こうと違うことはいくつかありますが、時間も限られていますので2つだけ言います。国民が今最も不安に思っているのがその2つだからというのが大きな理由です。一つは何といっても防衛を含む外交です。僕は今回の尖閣の話というのは多くの国民をして俺たちの領土が危ないかもしれんという気にさせた意味においては、これは極めて大きな話で、私どもにとっては後世あの時のあの戦国さんのあの判断間違えてくれたおかげで我々は領土意識防衛意識を得たのではないかと思えるほどおかしいでしょうが、だってあんた浜松の駅の前の交差点でよ、
車ぶつけてきたやつの方が無罪放免なんですね。ぶつけられたやつが逮捕、こんなふざけた話がどこにあるんだ。これは遅れなのかしら。そしてこういう時にはあのフィルムを最初から出しゃいいんだよ。出したら誰が見たって向こうはぶつけてきてるんだ、はっきりしてんだから。しかも逮捕されるまでの時に2時間あったんだ。まだ45分しか流してないんだろ。逮捕される時のフィルムもあったろ。そのフィルムがなんで出ないんだよ。なんでそれをみんなつかないんだよ。僕にはそう思いました。間違いなくおかしいでしょうか。ぜひそういうことを書いてある新聞は産経新聞だけなんだけど、この辺で他の新聞もあるんだろうけど、ぜひその新聞社に聞いてよ、なんで書かねえんだって。僕はぜひこういったようなことはもしあのフィルムを出していれば、中国の中でも反日の暴動とか騒ぎとかいうのはあれほどのものにはならなかったと思われますね。したがってあれは最初の初動捜査は間違いない。外務大臣でもない官房長官が外交なんかわけのわからん素人がやったらとてもないことになるという冴えたる例ですよ。したがって自由民主党という政党と民主党との一番の違いは、少なくとも日本という国を自由民主党政治がある、間違いなく自分たちで守る、その決意がある。そしてそれをやるために自衛隊を使う、そしてそれで日本の国土を守るという決意と覚悟と実行力が自由民主党政権にはある。これだけは間違いないと思います。そういうもんです。やっぱり自分の住んでる郷土、国土、国をやっぱり自分が住んでこれを埋めるんだから、自分の子供や孫のことを考え、やっぱり自分の国をきっちり守っていこうという、そういう覚悟というものが、私ども自由民主党という政権が民主党の政権と一番違う第一点はこれだと思います。二つ目、経済。ここはいろいろ製造業やら何やら盛んなところですから、皆さん方もいろいろ商売をしておられる方が多いと思うんで、ある程度帳簿ぐらいは分かるだろうという前提で話をしますんで、帳簿が分からない人は帰って奥さんに聞いて今日本で数々間違った話が書かれていますが、今一番おかしな話の一つが、なんといっても日本は借金が多くて、国民一人当たり700万円の借金を背負っているんだという話が大きな声でまかり通っています。全然間違っています。いいですか、帳簿が分からない誰でも分かる。借金をしてるのは誰です。借金をしてるのは皆さんじゃありません。借金をしているのは政府です。貸し方借り方、そちらから見たらこちら側が借りてる方ね、借り方の方に900兆の借金が立っていれば、反対側のこちらの貸し方の方に間違いなく900兆貸している人がいる。政府に金を貸しているのは誰ですか。間違いなく皆さんです。いや俺は国債なんか買ってない。皆さん方は銀行に、どこでもいいですよ、銀行や生命保険、そういうところに金を預金しておられる。その預金は帳簿でいきますと、銀行にとってはそれは借入金ですから、銀行は皆さんから金を借りているんです。したがって金を借りている以上は、その金を誰かに貸して利害を稼がない、
あの銀行ってかっこよく聞こえるけど、あれは金貸しが商売だからね。駿河銀行だろうと静岡銀行だろうとみんな同じですよ。人様に金貸して利税稼いでんだから、借りてくれるやつがいなきゃ成り立たない職業なんですよ。人様の金預かったってあんた預かり金もらうわけじゃない、金利払ってんだろ。だからしたがって金利分より多い金利で借りてくれる、借り手がない限りは銀行という金融業は成り立ちません。今振り返ってみると1980年12月の29日、日本の株は3万8915円つきました。これが最高値、今は1万ちょっと、約 3.5 分の1に起こったと。バブルが終わったと言いますけど違います。その後も90年、91年、92年まで土地の価格は上がっていたんだ、しかしその土地の値段がいきなりボーンと起こったのが1993年、細川内閣です。この時から株は急激な勢いで落ちた。その結果どれくらい落ちたか、全国6大市街化地域で土地の値段は驚くながら 83% 下がりました。 83% になったんじゃないからね。100万円の土地が17万円になったと。ひって、皆さんが持ってた新興のゴルフ場の会員権がほとんど紙くずになったの。それがその例です。87.3% が落ちられたら何が起きるか、個人で対応できるレベルではありません。銀行に都合100万円する土地を担保に出したら70万円は普通借りられる。しかしその100万円の土地が17万円になってます。17の7ヶ月死死死肉112万円ぐらい、11万9千円しか借りられないんですよ。そうすると差額の58万円は担保が不足や。したがって増し担保出してくれ、追い担保出してくれと駿河銀行から迫られたはずだ。迫ってなかったら潰れちゃう銀行の方もね。担保不足なんだから、日本の銀行ってのは土地を審査対象にしてしか金貸す才能は能力はありませんから、土地を持ったら金は貸してくれる。土地がずっと上がると信用に頼って銀行は金貸しやってましたから、その他の職業というものほとんど幅を広げていることはしなかった。したがって銀行は一斉に金を回収し始め、貸し剥がし、貸し渋り、みんなこの頃できた言葉で、その結果どうなったか。日本では80年代企業は約300万社、それが年間50兆ぐらい銀行から金を借りた。しかしこの93年以降はいきなり金が回らなくなったんです。資金繰りがつかない。この資金繰りっていうのは役所にない言葉ですけれども、資金というものを物を売ったらそのお金が3ヶ月の手形で回収されてくるまでの間90日間は持たせないんだ。その資金をつける金がいるわけだ。この資金繰りを銀行は貸してくれないから、どんどんインフレの時の経済の発想で物を売り上げを伸ばしてダイエーは潰れました。ダイエーは倒産をしていくことになった。見てて、はあ、これは金がつかないということになるんであれば、インフレの時の対応とデフレの時の対応とは全く違うということに気がついた経営者はどうしたかという
ば一斉に借金の返済を開始した。95年、6年、7年と年間50兆借りていた金はどん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 減ってきて、ついに21世紀に入るや返済の方が銀行から借りるより返済の方が多くなった。企業はそれで難しい用語で言えば経済の最大化をやめて借金債務の最小化を図る。経済用語ではこう言うんですが、こういうことをやった結果、企業はそれまでの債務超過だった部分を回収して解消して間違いなく伸びていった。しかし返済の方が多くなったら銀行はどうなります？潰れちゃうんですよ。だって借りた金がどんどん貸した金がどんどん返ってきて、あと誰も借りてくんねえんだから。預金は相変わらず増えて1470兆個人金融資産だけで、でたらめにみんな貯金してる。そうすれば銀行は成り立ちませんから。その金を誰か借りてくれない限りはできない。その金を借りてくれたのが政府です。政府が借りてくれなかったら、地方自治体が借りてくれなかったら、間違いなくデフレスパイラルもいいと、大デフレ不況になってたんです。1930年代以来、世界はデフレで不況をやった経験はありません。インフレで不況をやったことは何回もありますが、それが世界の現実、日本もその例外じゃなかった。したがって日本は徹底してこの対策に追い込まれた97年のあの金融危機、いろいろなことを乗り越えて、日本はこれまでやってきたおかげで、今回のリーマンショックの時も世界の先進国で銀行が倒産したことがないのは日本だけですよ。イギリスは全銀行、アメリカで言った半官みんな銀行までアメリカは国有化せざるを得なかった。大量の金を突っ込んだ。これが世界の流れなんだって。日本だけ銀行は積んでることはなかった。これが現実でしょうか？なぜそれができたか。ひとえに日本のこの何十年間にわたって民主党がボロカスで言った経済政策は当たってたんですよ。もうしばらくしたら多分書くよ。後付けの理論、理屈付けなら上手い新聞社とか。先付け読めねえけど後付けはあの理屈だけを立てるのは上手いんですよ。経済学者とか、あの時はこうだったんだとか。解説は上手いさ。経営者の指定は先の話だ。後の話は歴史にでも聞いてくれ。先の話を聞いてもらえば、間違いなく今はそういう状況なんであれば、何が起きてるかって言えば、皆さん方は500兆の金を稼ぎ出した。GDP 国民総生産500兆、借金が900兆。したがって大変だ大変だと言うけど、重ねてみます。それは政府の借金であって、皆さん方は債権者、債務者じゃない。子供に至るまで一人頭1億2700万では700数十万円の金を政府に貸してるの。忘れないでくださいよ。皆さん方は借金しょってんじゃないからね。皆さん方が債権者として政府に金を貸しているのに。これが大事なところの第一点。これが分かってない人が多いんだよね。今までの話で分からなかった人はこれから先の話は分からないからね。今っていうのはものすごくこう優しく結構喋ってるんだけど、これでも分からない人っていうのは世の中には新聞記者とかね、政治部とか経済部はまだ分かってるんだろうけど、全然分かんない人じゃない。分かんない人が複式簿記やったこともない大蔵省の人が喋って、また分からないやつが政治部が書いて、それまたさらに分からない人が読むから、全然世の中っておかしなことになっちゃうんですよ。全く違いますって。ギリシャみたいになっちゃって、冗談に意味なって、これが財務大臣やってたんだと思うと情けなくなるんですが、
いいですか。日本の国債というのは円で、日本人に売ってるのは 94%、 正確には 94.5% ぐらい、残りは円で外国人に売ってる。円建て債が残りの 5.5%、 簡単には 100% 日本円でやってる。対象に出てくるギリシャ、こちらはギリシャ人がギリシャの金でギリシャの国債を買ってる人は3割です。残りの 70% は外国人がユーロで、ギリシャの通貨じゃなくてユーロで 70% を買っています。はい、何が違う。同じ国債の比率だと昔ですけども、日本は日本の円でやってるんだね。ドルでやってるわけでもユーロでやってるわけではありません。したがって我々はいざ満期になったらどうすればいいか、すればいいんです。皆さんが借金でいよいよやばくなったからって吸ったら即紙幣自動でパクられる。しかし政府の場合は日銀券を発行できる権限、お札を発行できる権限は政府が持っている最大の権限の一つです。調整権、造幣権、いずれも政府が持っている権限。したがってこれはいざとなれば日本人に対して日本円で返すから、間違いなくいくら増えたって円で返せばいい。こういうことをやってる国はアメリカとイギリスと日本だけ、多分先進国でこれだけだ。あとからみんな他の国の通貨でやってるはずだ。ここが日本の持ってる最大の強み。これが分かってる人が世の中にいっぱいいる。分かってない人もいっぱいいるけど、分かってる人は日本の国債は絶対大丈夫だって知ってるんですよ。だから今から15年前、竹村正義っていう、これまた物がよく分かってない大蔵大臣がいましたね。今でも死んでね、まだ生きてるんですよ。この人が財政破綻とかなんとか言ったからどうしてって聞いたことがあるんですが、当時450兆円、90% が借金だと言ったけど、今その倍の 180% が900兆円、GDP や数の500兆円、借金は900兆円、ほぼ倍になったにもかかわらず、金利はいくらになった。昔は 3.2% ですよ、今 1.0 だから。内容が悪くなって、なんで金利が下がるんです。おかしいでしょうが、どうしてそんな基本的なところがわからんのかね。世界から見たら、他の国の金利に比べて、他の国の国債に比べて、日本の国債の信用が高いんですよ。だったら、この信用を今利用すべきなんだって。それが我々の言う政策です。財政再建。あとで結構、財政再建より今は財政出動です。自由民主党と民主党の一番の違いは僕はこれだと言いたいね。経済政策はいいですか、経済が成長する、 GDP が伸びれば、借金が今のまんまで GDP が仮に倍だとしましょう、単純なこと言えば。そしたら100兆になる、1000兆になれば、少なくとも借金が900兆になれば、比率はガタッと下がりますよ。そういう意味で GDP を伸ばして解消する。かつてイギリスは戦争中は 250%、60% の比率だった。今日本は180%。イギリスは 280% を戦時交際で出し続けて戦争をやらざるを得なかった。そのイギリスが破産しましたか、破綻しましたか。イギリスは今でもやっとるでしょうか。なぜそれがやれるんです。イギリスはポンドでやってるからです。イギリスはだからユーロに入れないんですよ。
ついこの間の経験がある。金融政策を他国に握られるようなことはしない。これがイギリスの信念。したがって民主党内閣、労働党内閣だろうと保守党内閣であろうと、国債発行をユーロにいうことはしないなんて、そういう同じことなんだって。日本もここは円で発行したこの公債を何に使うかですよ。子ども手当、そういうような経済の波及効果が期待できないもの、学校の無償化、そういう経済の波及がすぐ期待できないものにすべきでありません。もらった手当をパチンコでも使ってくれないで、まだ朝子供のために貯金でもされたら上昇効果マイナスですね。あんまらしいとそんなことできんでしょうが。だったら今どう考えたって世の中で遅れてるもの、港だって見てください。これだけコンテナがこの20年間で3倍のコンテナ数が増えてるにもかかわらず、船の大きさが3倍の大きさになってるのかな。船の大きさが低くなった分だけ船底が深くなって16メーターの船がいっぱい出てきたにもかかわらず、静岡の港で何メーターです、建設会社の人は知ってるだろう、14メーターじゃない。ここには大きな船はつかないんですよ。横浜だってつかないよ、神戸だってつかない。この20年間の間間違いなく日本の港は大幅に遅れた。建設業、公共工事は悪とみんなで言ったからです。結果として港はどん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 今の時代では合わないものになり下がったんだ。これが公共工事は悪のことを言い続けた多くのマスコミである、それに煽られて何回も乗ってた人たちの招いた結果ですよ。電信柱、地下に埋設すりゃいいやん、道路は広くなるよ、電信柱にぶつける事故もなくなるで。電信柱がないんだ、町だってきれいになるよ、銀座だって行ってごらん、六本木だって、みんな自分の目線でしか見てないだろうが、もうちょっと上見てごらん、上汚ねえ、そうだよ電線が張り巡らされて、他の発展途上国に行ったってもっと電柱は地下に埋設されています。電柱を地下に埋設するだけで立派な公共工事、そしてそれを 電力会社、そして建設職、一瞬だって仕事をするは間違いなく仕事が出ます。そこで雇用が出ますよ。学校だって耐震構造ができていた静岡県だけです。静岡県だけは耐震構造、学校の耐震構造 100% いってるのは静岡だけじゃないの。他の県で 100% いってる県だから僕の知ってる範囲ではないの。そういったことをやっておけば今やるべき仕事はいっぱいあるじゃないの。建設費は安いんだよ、工期は短い、仕事がないから。おいしょ、金利は安い、土地は安い、やるなら今だって。それが一流の経営者の考えることですよ。上がってきてからやるのはそれは二流の経営者じゃない、上がりきたところでやるのは三流の経営者じゃない。僕は今申し上げたいのは、やるべき仕事は今、財政は再建はきちんと景気が良くなって雇用が回復して、みんなそれぞれ設備投資をしようかという機に民間の業者がなって、それで初めて景気が上向いてきた。国民が自信を持ってから、それでも老人医療、介護、保険等々が足りないというんだったら、そういう福祉目的のために消費税を上げさせてくださいと言えば国民は納得してもらえるんじゃないですか。違いますかね。やりくもに上げさせてください。確か総監さんというのはとにかく腰だけで 7% のわけのわかんないことを言って倒れたけれども、僕は今やるべきはそれだと確信してる。
ぜひ今回の選挙にあたって皆さん方は今の民主党の政権に対して不安、不満じゃなくて不安だから、その不安を不安だということを各地で全国皆その答えをぶつけてきた。この静岡県でもぜひこの度の選挙においてはその不安に思う気持ちがあるんだったら、ぜひ皆さんの一票を自由民主党の候補に与えてください。その結果が結果として国民の意思として正確に伝わる、これが民主主義ってもの、その答えを聞いてどう対応していくかというのが、それが政府の仕事です。私どもは今回の政権選挙にあたって塩谷隆先生を迎えて衆議院の総選挙を戦うんですが、その総選挙にあたって私どもが申し上げたのは、日本を守るのは自由民主党、そして財政出動によってまず景気回復を図る、それも自由民主党しかできない、そう確信しています。力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お話の数々本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。